構足掴み状態です。はい、うわ、これ肩甲骨剥がしてます。吐いてる時痛いって言えないですよね指が今全部入ってる感じです。それむちゃくちゃ気持ちいいです。気持ちいいですか。はい、うわ、なんか飴とムチでなんかしつけられてる感じ取れますね、肩甲骨が。痛くないですか。いや痛いですよ背中からポコッと浮き出てる状態が理想です。肩甲骨取れますね、もうこれで。力だらんと抜いてください。こんにちは、ドクターストレッチトレーナーの清木です。今回は肩がガチガチな方に肩甲骨剥がしのストレッチをしてどれぐらい変化があるのかを皆様にお届けしていきたいと思います。ストレッチを受けていただく中田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どういうお悩みが。仕事柄ですね、デスクワークで、常にパソコンをいじっているんで、首がストレートなんで肩こりとか首っていうのがすごく負担がかかるよっていうのと、職業からキーボード打ってるんで腱鞘炎に近いことになると、もう通勤時は常にスマホ持ってるんで、やっぱりこの辺とかはすごく負担がかかってるなっていうのが。なるほど、はい、かしこまりました。そしたら早速柔軟性を見ていきたいと思いますので、姿勢のチェックからいきますね、ちょっと頭がこう前の方にやっぱり出てストレートネック気味ですね、ストレートネックになってしまうとやっぱり首の湾曲が分散されてしまうので、首周りとか頭の重さっていうのが全て体に負担がかかりやすくなってきてしまうので、理想の姿勢としては、少しだけ骨盤立てます。これぐらいですね。で肩甲骨もこれぐらい開きましょう。はい、で私頭の後ろに手があるので少し下げていただいて、そうです、軽く顎を引くぐらいの、はい、こちらです。これぐらいですね。今横から見て耳、肩、座ってるので骨盤までが一直線の状態がお体にとってはいい姿勢で、普段からこの姿勢でお仕事をされていただくと負担は少なくなってきます。かなりこの姿勢が負担ですよ。そうですよね今どっか違和感とかありますか。いや全身違和感しかないです腰結構きてますね。腰結構きてます。 OK です。ちょっとそのまま柔軟性見ていきましょう、はい、手横に広げていただいて頭の上で手3回叩きます。3回目で止めましょう、はい、一緒にいきますね。せーの、1はい、3回目でストップです。はい、今ここが、現状の柔軟性っていう感じになります。ちょっと耳より前に来てる形ですね、はい、上げづらさとかありますか。大丈夫です。大丈夫です、はい、はい、現状ここなんですけど、理想は、右手だけ動かすので左手キープでお願いします、はい、肘がピンと伸びて耳の後ろが楽々いける状態が欲しい可動域になります。なるほど、はい、なので結構ちょっと空いてますね。ここまでいけれるようにすると、肩周りがだいぶ柔軟性が出てるような形になります、はい、もう一つ見ていきましょう、背中周りで見ていきましょう。右側上、左側下で肩の高さ結構ずれてますね。あ、こっちが上がってる。こういう歪みが出ちゃってます今。右上左下で手クロスで組めますか、はい、きついですね。ちょっときついですよね。はい、はい、OK です。めちゃくちゃ硬いわけではないですけど、あんまり届いてない形です。そうですね、ちなみにこれ理想はですね、下の手は反対側の肩甲骨の下角、下のところここ、はい、は届いてほしいです、はい、上の手は対角線、反対側の肩甲骨の上角、上のところまで届いてほしいぐらいは最低欲しい。なるほど、柔軟性になります。分かりやすいように手が組めるとより理想です。反対側行きましょう。はい、あ、ちょっとこっちの方が行きづらそう。あ、手首ですかね。肩がどうしても前に出過ぎちゃってるので、肩甲骨がうまくスライドが入ってくれてないです、ね、あ、そうすると今手首がテンションかかっちゃってるような、手首で頑張って持っていこうとしてるみたいな感じで。そうですね、元が動いてないみたいな感じですか。そういう形になります。ではこっち頭で仰向けで、仰向け、はい、はい、見ていただきます。今この時に腰痛かったりだとか肩痛いなとかあります。肩が痛いです。肩が痛いです右左は、右側、はい、分かるんですか。右側ですね、この辺りですかね。はい、はい、手です、戻しましょう、はい、では早速始めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、もうリラックスしながら、はい、はい、受けていただきたいと思います。まずシェイキング、肩全体、上半身全体をリラックスしていきますので、はい、もうされるがままに受けてください、はい、痛み大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。気持ちいい感じで、気持ちいい感じで、シェイキングはまず脱力を促していくようなものになってくるので、はい、まずは関節周り全体を動かしやすいように、はい、少しこう動きを出しながらやっていきますね、はい、角度変えますね、はい、リラックスしていただいて、
痛み大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、我慢できる痛みになってます。我慢です痛みまだ関節動かしてるだけなので、はい、ストレッチで伸ばしてる動きではないです。あ、なるほど、はい、そしたらここからムービングやっていきましょう、はい、大胸筋胸のムービングやっていきます、はい、ムービングは筋肉を抑えて付随する関節を動かしてあげることによって深層部までアプローチがかかってきます。なんか伸びてる感じはすごくします。奥の方がこう奥の方がなんかそうですね、効いてる感が出ると思います、はい、ここが硬くなってしまうとさっきの肩をこぐと引っ張って巻き肩とか猫背とかになっちゃうので、ここちょっとしっかりめにやっていきますね、はい、感覚としては痛気持ちいいぐらいがムービングはおすすめです。あ、ちょうど痛気持ちいい感じです。ちょうど痛気持ちいい感じで肩の筋肉伸ばしていきましょう、はい、肩の三角筋という腕の筋肉伸ばしていきますね、はい、これやばいですね。これやばいですか。結構きてますね。これ外側ですよね。はい、今のがロムアップで伸ばす動きになります、はい、もう一度いきますね、はい、だらんと一回息吸って、はい、吐きましょう。吐いてる時痛いって言えないですよね。きつすぎますか。大丈夫ですか。いや大丈夫です。大丈夫ですね。結構痛いですけど大丈夫です。もうやばかったらおっしゃってください。いや、はい、吸ってるんで言えない。あ、これ結構きてますよ。結構きてます。はい、はい、OK です。だらんと緩めましょう。じゃあさっきの背中の筋肉、菱形筋という筋肉、はい、少し緩めていきましょう。あ、それすごい気持ちいいですね。それとネックの方、この辺がやっぱり負担が結構かかりやすいので、はい、それむちゃくちゃ気持ちいいです。気持ちいいですか。はい、これ菱形筋のムービングですね。肩こりの人はもうザここっていう感じでトリガーポイントになるところですよね。これむちゃくちゃ、もうこれだけでいいですみたいな感じです。肩甲骨と背中の間の筋肉を動かしてます。はい、ちょっともう一回今の三角筋伸ばしていきましょう。はい、はい、緩めます。生きてますか。大丈夫です。生きてます。大丈夫です。さっきよりちょっとなんか伸びてるなみたいな伸びてる感じ出てきました。ちょっとここから腕もおつらいということだったので、はい、腕周りも緩めていきましょう、はい、前腕部の筋肉です。結構硬そう。大丈夫ですか、ね、大丈夫です大丈夫です、はい、ちょっとゆっくり見に行きますね、はい、あ、結構きてますね。結構きてますよね、はい。腕部の筋肉、指にもつながってるので、はい、指先をこうタイピングとかでよく使うとか、スマホをよく触るとかなると、はい、やっぱりここの筋肉がどうしても張ってきちゃいます。うわぁ、いじめられてるぐらい。よくしてます、体は。あ、そうですよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、緩めます。今度反対側いきますね。こっちの方が少し慣れてない感じの伸び感が出ると思います。指につながってるので、ここにつながってます。はい、強度が変わるの分かりますか、はい、ここで。あ、でも大丈夫、さっきのよりは痛くないんで。さっきのよりは痛くないですね。案外痛いですね。いや、でもさっきのがむちゃくちゃ痛かったんで我慢できます。 OK です、 OK です。そしたらワンブもちょっとムービングで緩めましょうか、はい、このまま動かしていきます。あ、これすごい気持ちいいです。これ気持ちいいですよね、はい、ご褒美みたいな感じです。ストレッチがやっぱこう伸ばす動きなので、はい、まあ、ロムアップ最大可動域をこう上げるという動作なので、やっぱ伸ばしてる過程は硬ければきつさが出ます。でムービングとかはその伸ばす前段階のほぐすような動きになってくるので、はい、きつい動きとちょっとこう心地がいいなみたいなのがこう混ざってる感じ。なんかアメとムチでなんかしつけられてる感じしますけど。結構なので、あの中毒性が癖になるきつさ、はい、途中が気持ちいいとなんか痛いのもちょっと頑張れるみたいな。そうですね。これちょっと痛いですね。こっち側の方がもう一回じゃあちょっと伸ばしていってますね、はい、これ結構効くんですよ、ね、これ結構ちょっと引っ張りましょう。はい、はい、じゃあ一回緩めましょうか。はい、 OK です。腕部が緩むと肩周りっていうのも連動して緩みやすくはなっていきます。そのまま肩関節もう一回動かしていきますね、はい、反対動かします。はい、OK です。そしたら横向きでいきましょう、はい、向こう側向いていただいて横向きでお願いします、はい、胸の筋肉伸ばしていきます、はい、痛気持ちいい感じで伸びてます。痛気持ちいい感じで伸びてます、はい、もうちょっといけそうですか。もうちょっといけそうですけど、頑張りすぎると切れそうな気がします。切れたことないから大丈夫です。はい、はい、そのまま少しだけキープしましょう。一回息吸っていただいて、はい、吐きましょう。そうですね、これ以上いかないのでここでリラックスでいきます。
で、あと5秒だけいきましょう。1、2、3、4、5、はい、緩めます。ちょっと背中のこの後ろに引くときに小円筋ってこのインナーの筋肉が硬いと肩の詰まり感が出やすいので、今すんごいあの肩のところが痛いです。この押されてる、ね、そこです。ここを小円筋っていう小さい筋肉です。うわ、これ結構やばいですね。意外となんかお前痛いだろうっていじめられてる感じちょっと小さい筋肉なので、はい、きつさとかも出やすいかもしれないです。ツボ押されてるぐらいなんか痛い感じですこいつをちょっと緩めてからもう一回伸ばしていきます。もう一回大胸筋いきましょう、はい、あ、いいですね。だんだん力抜けてきた感ありますね。胸のところだけなんかギューって伸ばされているのがすごくバッチシです。はい、はい、リラックスしましょう。はい、ではメインの肩甲骨剥がししていきましょうか。はい、はい、だらんとリラックスしていただいて、肩甲骨浮遊骨って言われてるので、はい、背中からポコッと浮き出てる状態が理想です。そこまで持っていきますね。はい、からもう私の方に体委ねちゃってください。そうです。下の方は骨がくっついてないので指が今全部入ってる感じです。柔らかい方だとそんなにめちゃくちゃ痛い感じではないと思いますけど、さっきのに比べたら全然痛くないです大丈夫です。これは意外と動きますね、はい、肩甲骨少し上角上の方の硬さがあるのでそっち側動かしていきますね、はい、あ、こっちは結構きますね。こっちが、はい、大胸筋伸ばしましょう。うわ肩甲骨17個の筋肉が関係しているので、はい、どっかが硬くなってしまうと肩甲骨の動きがどうしても悪くなっちゃいます。肩甲骨の下の方を動かしますね、はいはい、肩甲下筋、肩甲骨の下の裏側にくっついてる筋肉です、はい、地味に痛いですね。地味に肋骨の方についてる前鋸筋っていう筋肉もあるので、はい、硬くなると結構呼吸が浅くなってしまって疲れやすかったりもしていきます。この辺は自分で伸ばせないですよね。なかなかできないですよねもう一回動かします、はい、小円筋どうですか。 やばいっすここはなんかいじめられてる。ここは、はい、そうですよね。やめますか。いや大丈夫です。大丈夫ですよね、はいはい、なんかやっといた方がいいんだろうな痛いってことは伸びてないんですよね。そうですね、硬さが出てきます。上腕二頭筋伸ばしましょう、はい、あ、これだ気持ちいい感じ。気持ちいい感じ、はい、力こぶの筋肉から三角筋の前側ですね伸ばしてます。心地よい痛みですね。心地よい感じ、はい、はい、たまにはそういうところがあってもそうですね、ですね。反対側の二の腕の方も一緒に伸ばしましょう、はい、あ、これ結構効きますね。結構効きます。背中とか痛くないですか。いや、腰とか来てる感じがします、ね、腰が来てます。ちょっと硬すぎるのでもう少し緩めましょう。そしたら、はい、これがやっぱり硬すぎて無理に上げてしまうと、はい、今みたいに手が上がらないので、はい、日常生活の中でも腰を無理に使ってしまって、はい、腰の負担とかあいったところにもつながってきやすいので、ここも柔らかくしておけるといいですね。もう一回肩甲骨剥がしましょう、はい、だいぶ動いてるので肩甲骨取れますね。もうこれで力だらんと抜いてください。もう結構足づかみ状態です。反対側からちょっと肩甲骨動かしますね、はい、はい、こっち側から肩甲骨剥がします、はい、肩甲骨の今下方回旋って下にねじる動きが入ってます、はい、ここから取りましょう。はい、うわ、こういう感じです。おで息吐きます。そうです。痛くないですか。いや痛いですよ普通に痛いですけど痛いです、はい、ここまでなかなか取ることないですよね。そうですね、いや取られることないですね。取られることないですよね。あのドクターセイチの広告になってるやつです。これは看板メニューです。なんか見たことあります。なんか 動かしてるところ。動かしてるやつ今動かされてます。だらんと力抜いてください。はい、きれいです。結構しっかり浮き出てますよこれ。あ、じゃあ、あっち動き的にはいい感じになってきてる。はい、もう一回大胸筋を伸ばします。大胸筋は大きな筋肉なので何度も伸ばします。一緒に頑張ってます。ありがとうございます。からリラックスです。はい、はい、首だけ伸ばしておきますね。だらんとリラックスのままで大丈夫です。頭をベッドに
つけるような意識で、はい、そうです、もう頭の重さで伸ばしていきましょう。はい、では一度仰向けに戻っていただいていいですか。はい、はい、きつくなかったですか。いや、きついですよ。いや、でも途中、あ、これ気持ちいいっていうポイントは結構ありました。ありました。そしたらもう一回最初と同じように万歳しましょうか。はい、どうですか今有浅さん。最初はこの状態で痛かったのは普通に痛くないです。普通に痛くないです。はい、では反対同じようにやっていきますので、はい、だらんとそのままこの調子でお願いします。またあの痛いの今日やり直しです。自覚がなくてこうお体硬い方の方がやっぱりこう、はい、無意識に体使っちゃったりだとかするので、なんか気づいたらぎっくり腰やっちゃうとか怪我のリスクはやっぱ高くなってきますよね。なるほど。いや、これ結構痛いです、ね、これ結構痛いです、はい、これ肩甲骨剥がしてます。肩の三角筋行きましょう、はい、でも多分こっちの方が柔らかそうですね。あ、こっちの方は、まあ、痛いですけどさっきほどじゃないです。さっきほどじゃない。右左でも結構その使ってる量とか、はい、負担の出方によって全然肩関節とかの硬さっていうのは変わってくるので、こっちの方がまだ動きがいいです。はい、緩めましょう。さっきの背中の両肩筋行きましょうか。いや、これやばいですよ。こっちもやばいです、はい、効いてる感ありますか。いや、これ結構きてますね。結構きてます。これはなかなか受けていただかないと実感できないところかなと思いますけど、はい、なんか足裏のツボマッサージのポイントみたいに結構うって思います。同じ筋肉の中でもやっぱり少し場所変わるだけでもお体の硬いポイントは全然変わってくるので、はいはい、そうですね。トレーナーがそれを見つけながら攻略していきます。はい、そしたらもう一回三角筋伸ばしていきましょう。はい、こっち柔らかそうなのでもう少し強度上げていきましょうか、はい、肘屈曲で曲げた状態でいきます。おー、さっきより強度出ますよね。そうですね、さっきより いじめられてきたんだ。あと5秒だけいきましょうか。1、2、3、4、5、はい、 OK です。前腕です。予感がしますか。大丈夫です。いや、大丈夫です。あの右側より大丈夫そうな気がする。大丈夫そうな感じが、はい、こうずっと受けて、いや、気のせいでしたね。受けていただくとご自分の体の状態とか、はい、今日の調子とかっていうのも結構ね分かるようになってくると思います。いや、やっぱり気のせいでしたね。気のせいでした。はい、これぐらいで。いや、もうすでに痛いですけどね。ここでじゃあちょっとキープしましょうか。はい、はい、じゃあ一回息吸っていただいてゆっくり吐きましょう。はい、こっちも大丈夫ですか。こっちも、はい、ちょっと強度ありましょう。緩めます。うつ伏せでちょっと肩緩めていきましょう、はい、これも肩甲骨と腕をつなぐさっきのインナーマッスルを今度は伸ばしながら関節動かしてます。そしたらうつ伏せの状態で今度肩甲骨剥がしましょう。はい、はい、ここからうわ、今結構これ結構きますね。ちょっと剥がしていきますね、はい、下の方はもう全部取れますね、肩甲骨が。こういう感じで、これが背中から剥がれるほど可動域が出て自由に肩が動かせれるようになってきます。こっちも横向きでも肩甲骨剥がしていきたいので私の方向いて今度横向きでお願いします。こっち、はい、ここから肩甲骨動かしますね、はい、普段動かさないところまで動かしていくので、はい、ちょっとこう運動したような感覚とかになってくると思います。そのまま肩甲骨取りましょう。こっちの方が取れやすいですね。バッチリ取れてます。わ、はい、から息ふーっと吐いていただいて、そうです、しっかり三角出てます。胸伸ばしていきますね、はい、伸びてる感じが、伸びてる感じが、はい、ここからじゃあ呼吸しましょう。一回吸っていただいて、はい、ゆっくり吐いてください。そうです、あと5秒だけいきましょう。1、2、3、4、5、はい、緩めます。さっきの小円筋いきます。あ、これやばいですね。これやばいやつ、これやばいやつです。やめときますか。いや大丈夫です。一回やっときましょう。頑張ります。この辺の今の小さい筋肉ですけど、はい、この辺りがしっかり動いてくれると、はい、手上げた時とかに肩関節をスムーズにフォローしてくれたりしてくるので、小さいながら大事な筋肉です。二頭筋いきましょう。痛気持ちいい感じですね。これは痛気持ちいい、伸びてる感じがすごくします。このまま三頭筋いきましょう。肩甲骨と腕が、まあ、連動して動いてくるので、はい、肩甲骨がしっかり動いてくれると肩もスムーズに動きます。ちょっとそのまま背中伸ばしましょうか、
左ですね、左の足をベッドの後ろに、はい、そうですね、そうするともっと伸びますね。おー、はい、首に近いところが少し硬さが出てますね、この辺。首筋伸ばしましょう。そのままリラックスで、はい、ダラーンと頭をベッドに近づける意識です。頭の重さ使って伸ばしていきましょう。一度大胸筋いきます。はい、緩めましょう。はい、そしたら今度ゆっくり起き上がっていただいて、はい、座りましょうかね、向こう側で、はい、いきます。はい、じゃあ最後座りながらストレッチ、はい、かけていきましょう。右の肘をここに置いていただいて、はい、さっきの背中ですね、体側伸ばしていきます。真横に手伸ばしてちょっと骨盤戻しましょう、はい、ここから背中の方を伸ばしていきます。うわ、これやばいですね。これやばい。背中の筋肉が硬いと腕につながってるので、はい、いや、これ伸びてる場所をすごい分かるぐらい、はい、体の中で一番面積が広い筋肉です、はい、で、ここから少し角度変えてリラックスして起き上がりましょう。反対側いきます。面積が広い筋肉はやっぱり姿勢とかにもだいぶ影響があるのでしっかり伸ばしますね、はい、もうやばいですね。やばいです。伸びてるところが、あ、でも腕もそうですけど腰のあたりとかから伸びてるのがすごくバチシです。こっちの方がきついっすね。こっちの方が、あの左側より、はい、そうですね、硬さがあります。いやー、はいはいはい、はい、そのままだなんと、はい、角度変えましょうから効く場所がちょっと変わるっていう。変わりましたね。もう少し効く場所変えていきます、はい、今度肘横にしていただいて、はい、背中を中心に今度腹斜筋、お腹の方伸ばしていきましょう。うわー、はい、猫背だとこっち側の前面部分もどうしてもね使って収縮して硬くなっちゃってるので、この辺伸ばしていきます。はい、ゆっくり戻します、はい、はい、反対も腹斜伸ばしておきましょう、はい、逆にしていただいて足も組み替えちゃってください、はい、さっき前に伸ばしたら背中が伸びてきます、はい、今度は少し後ろに反らせる感じでお腹の方です。肩詰まってないですか？大丈夫ですか？はい、肩大丈夫です、はい、こっちの方がやっぱ柔らかそうですね。こっちの方が全然、もうさっきに比べたら全然痛くないです痛いレベルに入らないです。痛いレベルに入らない、はい、はい、OK です、はい、足を下ろしていただいて今度頭の後ろで手組みましょう。はい、はい、胸全体的に伸ばしていきます。はい、そろそろラストのストレッチでいきますね、はい、あ、これあ、伸びてますね。これ伸びてますね。はい、はい、一度いきます。はい、はい、OK です、はい、そしたら今度座った状態でもう一度肩伸ばしていくので、すいません、何度も足あぐらかいていただいて、はい、こっちですね、伸ばしていきましょう、はい、ちょっとバランス取りづらかったらこっちベッドについていただいて、はい、背中の三角筋伸ばしていきます。はい、はい、から先ほどの菱形筋も一緒に伸ばしていきましょう。はい、はい、背中から肩にかけて伸ばしてます。はい、OK です、はい、反対いきましょう。こっちがいかないですね、やっぱ。いや、もうさっきのを見て多分こっちやばいんだろうなと思いました。はい、ここでちょっとゆっくりめにいきましょうか、はい、今肩あたりですかね、はいはい、まだ大丈夫ですよ。まだ大丈夫ですね、はい、じゃあここからもう少し面積広げて、はい、はい、いきましょう。両手筋も入れて、よいしょ、伸ばします。喋れないですよね。そうですね、はい、はい、緩めましょう。はい、もう一度足下ろしていただいて、もう一回頭の後ろで組みます。はい、はい、これでラスト伸ばして終わりましょう。一回息吸ってゆっくり吐きます。だらんとリラックスします。はい、 OK です。ちょっと顔を正面でお願いします。はい、はい、OK です。はい、OK です。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで、はい、上半身のストレッチ完了です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと動かしていただいて、お体の状態どうでしょう？そうですね、なんか最初はガチガチな感じがして、なんかちょっとさっきもやった時も痛ってなったのが今はないんですよね。ちょっと動かしやすくなりましたか？はい、終わった後、はい、動かした時に、あ、こっちまで行くじゃんみたいなとか、ちょっと実感していただいた感じがありそうですかね。はい、ありますね。はい、頑張っていただいたので、どれぐらいの変化が出たか確認していきましょう。はい、あ、最初のきつさどうでしょう？いや、最初は違和感しかなかったんですけど、今は違和感ないですね。あ、よかったです。肩の高さも若干さっきよりも
整った感ありますね、はい、左右差が結構出てたんですけど。そしたらもう一度最初と同じように覚えてますかね、はい、手のひら伸ばしていただいて3回いきましょう、はい、せーの1もういってますね。3でストップです。はい、手です。おどうでしょう今。今は普通に、はい、そうですね、だいぶ耳よりも後ろの方に行っていて、はい、これがもう少し柔らかくなってくると肘も伸びてっていったところまでいけるようになってきますので、どん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 改善していくと思います。はい、 OK です。じゃあ向こうを正面にしていただいて、最初のクロスのやつもいきましょう、はい、右側上からいきましょうか。こっち側かな。はい、はい、OK です。はいはい、ついたついましたね、はい、反対いきましょう、はい、こっちの方がちょっと硬そうでしたけど。あ、でもついてますね。これ手首最初ちょっと辛いとおっしゃってましたけど、はい、最初に比べたらどうでしょうか。いや、もうつかないと思ったんで頑張ってこれ上げようかなと思ったんですけど、はいはい、今は普通に届くようになってきましたね、はい、OK です。可動域だいぶ上がってます。こっち側がもう少し広がってくると、はい、これがもっともっと余裕につくようになってくるので、これ回数重ねてやっていただけるといいと思います。はい、ありがとうございます。こんな感じでやってきました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。今回は肩がガチガチな方に肩甲骨剥がしをする動画をお届けしました。今後もこのような形で動画をお届けしていきますので、ぜひよろしくお願いします。動画は YouTube だけでなく TikTok や Instagram でも配信してますので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。またこの動画が良ければいいねの高評価、チャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。